ジャンボアフリカやっていきましょう。何々なんていうのと言わせてたんですよね。水飲み水を通しに伝える。マンバガの活動を探してみないってことで、今回はナイルバネの依頼をこなしていきたいと思います。最近依頼があんま来ないんでね。でもこれは重要ミッションなんで、これをちょっと行きたいと思います。多分、キワンジャ平原のマンバビーチ隊かな。あと、シロサイもね、見つけたいんで、ちょっと白サイ探しますか。白サイ結構難しいな。すぐ見つかると思ったのに。白サイか。いるかな。動物たまにハイエナもそうだったけどさ、いるときとないときがあるからね。いやージェームス。ジャンボ馬さん。シャッターを開けるときにボタンを強くしすぎると手びしてしまうかもしれません。あ、そうなんだ。それ知らなかった。じゃあ、サイいないかな。サイが巻いたところに行ってみるか。おお。サイいた。あ、詳細じゃない。普通にいたわ。普通にいましたね。何いるやん。取るか。もっと近づいてほしいな。ほら、小赤ちゃんが。いいね。こんなもんか。特に指定はないように縦でやるとか、目で見てこなかったけど。うん、いいんだよね。これでいいでしょう。よし、OK。帰ろう。帰ろうじゃない。キャンジャー行こう。いたねえ、サイ。よかった。じゃあ、キャンジャーまで行ってきます。はい、キャンジャー駅に着きました。マサイ族にも聞いてみるか。ナイルワニ。マサイ族の住んでるとこに来てんだけど。見てみたい、そこ。あの木に住んでんのかな。そういうわけないよね。一人しかいないし。車のカラー変えようかな。なんか飽きてきた、この車に。俺、青が好きなんで、青とかがいいかな。いる？いるね。突っ込んだようなんだ、車で。ドーン。あ、ダメか。あ、ごめん。止まんない。オッケー。ストップ。チャース。ジャンボ。動物を探してるのか。何探してないように。イエス。この辺りで見た。ないように近くにいると思う。マンバビーチかな。よし。一応ヒントは知ってくるんだね、このマサイ族は。じゃあ行きますか。マンバビーチって端っこの方だったよね、確か。ちょっと端の方から見ていくか。普通に撮っていいのかな。それ一回ミッション見るね。ハンティングしないのに絵が映ってる。獲物はオグロヌーなのかな。あ、でも動物いるな。あ、来た来た。ビッグゲームかな。この辺りならナイルヌーが見えそうね。オグロヌーがいるね。タイミングよく海に遭遇できればいいんだけど、そんな偶然あるわけないじゃない。どっかあるわけかないよね。ちょっと待ってみましょうか。水飲みに来てんのか、このヌーが。お、あ、いたワニ。ナイルワニランティング撮影せよ。ビッグゲームナンバー12。もう12か。おー、危ない。おー。
気づかないの？うん、来るか、近いよ、近い、気づかないの？ヌーは取るよ。お、来た。おお、あー沈んでく、かわいそうに。あーあー、かわいそう、あてもだったな。うわ、かわいそう、やめて映さないで、かわいそう、過去一でかわいそうなんだけど。うーわー、かわいそう、これか、いやベストショット、かわいそう、生々しいな。うわぁ、弱肉強食世界を見せつけられた感じね。そうだね、それにしても一瞬の出来事だったわ。うん、いやワニか、怖いな、ワニやっぱ人を食べるもんね、ワニって。人食いワニとかよくテレビで見るけど、怖いな、ワニ。で、ミッション今2つしか来てないのが、両方ともクリアしたんで、帰るか。帰ります。ただいま。動物が水を飲んでた時は無防備やってるけど、ライオンには無防備のタイミングでちゃんとやつってるのよね。そうだね。あ、また消さないといけないの。じゃあ写真消してきます。はい、写真取り込んだんで、メール送りますか。すみません、詳細の親子。うん、どうしよう。こういうかな、これどうだ。A、いけるでしょ。お、いいね。あ、B か。A もあった。ディスタンスはできる。よし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 。お、コングラチュレーションズ？コングラチュレーション。図鑑、ワイルドアニマルズハリ編に掲載されました。最近よく掲載されんね。よし。いないでね、専門家さんへ。これは、ユラベスちょっと、送りますか。わかるこれ。あ、わかるか。じゃあ、送りましょう。え、いけるかな？いけたわ。よーし。4万。ショッピングでブルー買っていい？買う？あ、白、白もいいな。いや、ブルーにしよう。ブルー買います。あなたの足の色を変えてみませんか？今なら塗装サービス中です。へえ、買おう。で、これ変えれると。いつもはレッドだけど、これからブルーにも変えれると。よし、じゃあ寝ますか。おやすみ。新しい台来るかな、これで。おはようございます。メール来い。来てる。おー、いっぱい来てる。アルファ700ユーザーに朗報です。ヌジサーナプロショップ、いつもご利用ありがとうございます。今回はアルファ700を使って朗報です。専用オプション、アルファ700縦位置グリップです。立ち添いの不安さを解消的、きっと手ぶれ防止に役立つと思います。ぜひ、ウェブショップとご確認ください。実際のプロショップ。もし見つけたっておいてください。いつもご愛顔ありがとうございます。来季のツアーパーメットぜひ使いたい写真を追加してもよろしいですか？地上最大の生物はアフリカゾウの足跡です。キムゴシチキンのような湿地だった大きくて物出し跡がくっきりと残ってそうですよね。赤道ツアーズ、鳥羽健一さん。なるほど。噂の真意を確かめてきてください。調査プロジェクト本部。昨日こちらに入った情報によると、キワンジエーゲンに古くから伝わり伝えがあるそうです。何でも地上最大生物アフリカゾウよりも大きな肉汁が住んでいるとか、調べてみる必要がありそうですね。想像と同じだとも構いませんので、キワンジエーゲンに手掛けさせてくれてください。何が説明できると。わかりました。これ重要ミッションか、受けるか。足跡系が多いね、ここに来て。チュラ峡谷の調査隊、デイリアフィガシンムチャ。馬さんたちが夏の日から見つけたチュラ峡谷は、今すごいニュースになってましたよ。の新聞も連日で取り上げています。すごいな。我々としては、ツアー局を調査する調査隊、つまり皆さんたちを作る人たちですが、
ツアー協力の支援ができませんか。もちろん皆さんも絶対優写真でよろしくお願いします。デリアしてください。確かに。なるほど。ツアー協力の支援、これツアー協力の何をすればいいんだろう。わかんない。まあいいや。とりあえず、まずはアルファ700。アルファ。おぉ。おすげえ。拡張パーツか。アルファ700縦位置グリップ。あのカメラはさらに高みへ連れていく。アルファ700のボディ下部に装着することで、縦向きで撮影した時の性能を向上するアルファ700専用アクセサリー。買うか。よし。これアルファ700買ってるよね。買ってるよ、しょっけ。アフィカズヨ容器に築樹。どんな動物なのか想像もつかないわ。でもこんな出しなくなら、どんな動物が装着してもおかしくないよね。これラスボスか？ラスボスじゃないか、さすがに。カメラで、これで、装着してんのか、すでに。オッケーオッケー。じゃあ、基本制限だっけ？基本制限行きましょう。さあ、基本制限着きました。車いいな。でも、思ったより青じゃなかったな。もっと、真っ青かと思ったけど。思ったより青じゃない。白だったのが良かったかな。まあお金はいっぱいあるし、いいか。また買えば。白。よし。マサイ族に聞いてみるか。謎の生物いるのかね。なんか知らない、マサイ族。なんか知ってそうだな、マサイさん。マサイさんって名前であったかもしれないけど、見たことない大きな動物、コピエにいた。大きな動物いたの、コピエに。見たってこと。大きな動物、足跡も大きかった。コピエか。何コピエ。いっぱいコピエしてるやけど、動物はいいのかな。ついにラスボスか、これ。ちょっとマップ見るか。コピエは、ニャティエコピエ、サンボコピエ、シンバコピエ、ハルコピエ、だっけ？しかないんだっけ？あ、これか。注意コピエ。コピエいっぱいあるもんな。まあ、一つ見ていくか。航空島に近いどこだっけ。注意コピエ近いとこ。シンバコピエの方がいいかな。シンバコピエライオンよくいるもんね。謎の生物なのに恐竜くらいの大きさなのかな。とりあえずそこのコピー行くか。あ、ここニャティコピー。注意コピーはあっちか。あ、ニャティコピー見ていくか。コピーにいる。いなさそう。やっぱ新馬コピーが怪しいな。ただ、チャイコピーだっけ、注意コピーだっけ、は外れの方にあるんで、そこ行ってみるか。マサイさん、マサイ族見たのかな。見たって言ってたもんね、見たことないの言ったって。あそこに動物いっぱいいるけど、注意コピーどこ。ここか。あ、イベントが。なにこれ、これはシャツなの。あっちについてるね。それだけか。
どれ？あ、これ？これがでかっ。これ取ればいいの？おお。もうちょっと下がるか。でかいよ、相当。なんか飛んでる、なんか飛んでる。これでいいのかな？タブかもしれないってみる？すごいなぁ。土だから残ってるのか。これも残しとっとくか。あ、じゃあちょっと。間違えた。いいの、いいんだ、これで。よし。こんなもん？こんなもんかな。てか、ここからついてんのか。こっちの方いる？いないよね、この岩の後ろとかに。怖いな。あ、いない。なるほど。で、あと、なんかいっぱいいるな、奥の上が。で、アフリカゾウの足跡と、チョラ峡谷の、これどこでなんだろうね。どこでもいいのかな、チョラ峡谷なら。まあいいか。行くじゃん。夕方なんない？とりあえず行ってみるか。あのね、希望高出現とチョラ峡谷行こうと思ったんだけど、ヘロイクを返すのがめんどくさかったんで、ちょっとまた後日他の依頼が来たらそれ一緒にやっちゃおうかなと思います。重要な依頼でなかったんですね。なんか重要な依頼が希望出現に津田教区の方であったらついでに取ろうかなと思います。ちょっとめんどくさかったんで、この後ちょっと急いでるんで、私今朝に撮ってるね、この動画なんで、とりあえずこれを送るか。これで送りいいのかな。あ、でもいっぱい釣ってた方がよかったかな。あ、いいわ。評価 A、いいね。ほぼ満点。満点、花丸。おー、お金もらえるね。これはおいおいやるか。マンガのチームだいぶ勝ってきて、赤ちゃんも来たよね。夜間の調査まだ依頼来ないからさ、行かなくていいのかな。その夜間でしか取れない動物取った方がいいのかな。わかんないですね、それは。おはようございます。今、無事故してないでね、珍しいな。久しぶりにそれ言ったな。最近言わなかったな。ってことは重要な依頼が来てるってことか？うわ、いっぱい来てる。クイッターカムの回収作業、ナシナ15億円調査室。この間、あなた写真を送ってくれたクイッターカムを操作した店のようですが、捜査調査権が終了に近づきました。ただし、関西圏は現在特別保護区域とされており、調査チーム以外立ち入ることはできません。我々に代わり、クイッターカムの貸しを頼みます。会社に住む人や別途をお送りします。あんたのゆっくり生物をさせてたが、いないんだって、これ。うわ、待って、10万も1万もらえる。10万もらえるんじゃ、すご。難しいミッションだな、じゃあ。クイッターカムの回収か。いるのかな、メスライオン。見つけられなかったもんね、この前。体中どこで追われた仙山港。仙山港が。プリクール動物保護財団。何が自然保護区だ。サワンナ仙山港はいるのかしら。夜行性だから夜しか向けないのかもしれないけど、とにかく面白い活生き物なのよ。全身が硬い横で覆われていて、敵が来たら負けたって見守るの。製造のカニングしてから向けた血の願いね。ミルクール動物保護財団、ミシェルビルクール。いや、何やったらいいか、これ。なんかアルマジドみたいなやつだよね。仙山港ってのは。クイッターカム回収セットを送ります。ナシナ15億円調査室。メスライオンからクイッターカム回収する際に使う機材、クイッターカム回収セットです。クイッターカムに発信機が付けられています。発信機の距離が分かる受信機とアンテナでメスライオンを探してください。さらに、組み付けられたクイッターカムは遠隔操作のアンテナにも購入しました。それではよろしくお願いします。メスライオンで横へ行く生物操作室。なるほど。じゃあ先にクイッターカムやるか、仙山港の前に。よし、来行きます。10万ももらえるからね。さあ、なコメント聞くか。クイッターカムの回収やか。これは責任重大ね。回収ための受信機を取れてみたい。人魚の網の目がクイッターカムを作ったように探しましょう。おう、発信機回収セット。
これ難しいだろうな。いよいよ終盤なのかな、このゲーム。まあでも、まだまだ楽しみたいと思うので、また次回もよろしくお願いします。では今回はありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。またねー。